松本人志、仕事復帰のハードルは意外と高い、セクシー女優の応援も実は裏目？先月末、ダウンタウンの松本人志、60?の文藝春秋に対する名誉毀損民事訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で開かれた。松本本人が姿を見せるかが注目された中、双方、代理人のみの出廷で、口頭弁論そのものも5分程度で終わった。松本側は、週刊、文春の記事の中に証言者として登場した女性の A 子、B 氏の特定を要求し、代理人は人物が特定できなければ、認否のしようがないとした。一方、文春側は、名前がわからなけりゃ認否できないなんて、そんなアホがあるかと返した。ここまではご存知の方も多いと思うが、松本側はあくまで文藝春秋を訴えているのであって、A 子、B 氏に矛先を向ける主張には疑問が残るところではある。松本自身は旧ツイッターの X に世間に真実が伝わり、1日も早くお笑いがしたいですと投稿している。この先の口頭弁論でも、ホテルの部屋での飲み会の実態など、ディテールも含めて世間に出ていくことが考えられ、センシティブな状況が継続しそう。その中で、事実無根をどのように主張していくのか、代理人の戦略も注目されている。性教養がなかったことをどのように明らかにするのか腕の見せ所だとされる。騒動と仕事復帰の本質は別なのでは？だが、しかし、ちょっと待てと言いたい。この騒動と彼の仕事復帰について、本質は別のところにあると思うのだ。思い出すのは、田代正史、67、と渡辺謙、51。田代は後に覚醒剤使用で捕まったが、最初は盗撮での検挙だった。渡辺は多目的トイレでの行為がクローズアップされ、未だ地上波テレビへの本格復帰は果たせていない。どちらもハレンチ行為がイメージダウンにつながっており、スポンサーもテレビ局も敬遠することになったのだ。松本はホテルのスイートルームを貸し切りにして、複数の女性を呼び出しての飲み会だった。仮に何もなくても、下心見え見えのイメージは残る。世の女性たちがドン引きなのは、間違いない。その参加者に、本人は応援のつもりでもセクシー女優までいたことも、明らかになっているので、かえって、イメージダウンは否めない。もちろん、セクシー女優が悪いというのでなく、世間がどう見るのかという観点だ。飲み会ならば仲間を連れて銀座のクラブに行けばよかった。松本が仕事復帰を望むなら、X に記したように世間に真実を伝えることも重要だが、松本とその代理人は世間の目にどう映るのかという視点も必要になってくる。